平野の仕が約2年ぶりに1 0 9復帰。ボッシュロムからハリウッドデジタル大学までの道は険しすぎる。でも、素晴らしいことはいつもその先にある。他人のために生きるのではなく、自分のために生きなさい。109の紫輝くんのボッシュロムポスター見に行ってきた。109通るたびにいつかここにも紫輝くんのポスターがあったらなんて思っていた場所だったから嬉しくて。 本当に叶えちゃう紫輝くん、すごいな、晴れている時にまた行きたいな。渋谷、夢を追う人たちの笑顔が街を彩る。その中で、デジタルハリウッド大学の一員である平野耀くんの笑顔が特に輝いている瞬間があります。彼の笑顔は、仕事に対する活力となり、コミュニティ全体を元気づけています。今回は、渋谷109での特別な瞬間を通じて、コミュニティとイベントの社会的影響に焦点を当て、 新しい視点から見た彼の活動に迫ります。渋谷百9その存在だけで街全体が躍動感に包まれます。平野紫潮君がこの場所に降臨すると、まるで街全体が彼の帰還を歓迎しているかのようです。夢に向かって歩む人々が彼の笑顔に勇気をもらい、一層前向きな気持ちで一日を始めることができるのです。デジタルハリウッド大学のスローガン、みんなを生きるな、自分を生きようが、 この瞬間に一層深い意味を持ちます。コミュニティ全体がそれぞれの夢に向かって歩む中で、平野紫陽君の存在が象徴となり、自分らしく生きることの大切さを教えてくれるのです。彼のファンだけでなく、地方民からも多くの反応があります。彼の姿勢は、地方に住む人々にも勇気を与え、渋谷の魅力を広めています。フォロワーたちが喜びや感謝のコメントを寄せる中で、彼の存在がコミュニティを結びつけ、 温かな繋がりを築いています。そして、コメント欄には新しい交流が芽生えています。彼の交臨に触発され、初対面の人たちが挨拶し、愛、お互いに励まし合う姿勢が見受けられます。これこそが、イベントがもたらす社会的影響の一環であり、単なる娯楽以上の価値を生み出しているのです。SNS 上での反応も新たな視点です。 地方からのファンや訪れたことのない人たちが、紫輝くんの109での姿にどのように感動しているか、その声を取り入れてみましょう。彼の笑顔は地域を超えて広がり、新たなコミュニティを生み出しています。皆さんが109で紫輝くんの笑顔に触れ、感動を共有している様子が、これからも続く109の特別な魅力を感じさせます。最後に、渋谷109での平野史洋くんの姿勢に触発され、 ファン同士がつながり、新たな友情が芽生える瞬間、彼の笑顔がコミュニティ全体を明るく照らし、夢に向かって歩む人々にエールを送ります。渋谷109はただの場所ではなく、夢と希望が交わる素晴らしい舞台なのです。渋谷109はただのショッピングモールではない。これは夢と希望が交わり、新しい冒険が始まる場所。 紫輝くんの笑顔がその冒険の先導役となり、私たちを新しい可能性へと誘ってくれます。彼の109での日々が、私たちの日常にもっと輝きをもたらすことでしょう。さあ、一緒に渋谷109で夢を追いかけ、紫輝くんの笑顔に出会いましょう。デジタルハリウッド大学、平野信用、渋谷109。